風の吹く方へ、光さす方へ導く。タックです。今日はジェイズ音楽工房のですね、佐藤一光さんの、配信ライブに来ています。あと30分ぐらいで始まります。撮影していいということなんで撮っていきたいと思います。いただきました。じゃあいただきます。はい、飲んだ、まだ早く飲んだ方がいい。はい、ちょっと、うん、乾杯乾杯、はい、あ、うめ、はい、もあい食堂知ってますか？あ、知ってる知ってる。もあい食堂のチャーハンです。おいめ、子供たち、お父さんのパック、今日のパック、これ1キロぐらいあんでんねん。1キロぐらい、1キロはねえか。ないね、うん、ふーちゃんも気にするんだけど、うん、どうする、金入るっていうのか、どういうこと、どういうこと。お前、栄養指導してるっけ。おばあちゃんがさ、うん、あれ食ってもいいんだべか、あのズクネ、ズクネ、ズクネってなんだべって。ちゃんとでもズキ、キュウリとは言わず、ちゃんと認識はしてくれる。自分で作ってるんだって。あ、今日は久しぶりなんですけども、7時が明るいというね、いつも真っ暗で、この黒巻きバッグをね、こう調整するのが日中と全然違うんだけど、これから日が暮れてくると思えば、もしかしたらどっかチラ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 してくるかもしれないですけどもね。ということで、今日は究極のワンオペライブということで、配信のすべてのことを全部自分でやっていると。だから演奏しながらやってるから、いつもあの電話出ていいかな電話なんだ。音出ない、音出てない、本当出てない、うん、あ、そう、よし、解明します。なんじゃこれ、はい、もしもしいいえ、音が出てないって。音出てないんだもん。本当ですか？これで聞こえたでしょう。リアクションしてください。喋って。はは。皆さん。聞こえた？音声聞こえてますかね？来てますね。あ、聞こえた。来たね。ちょっと遅れるな。うん。聞こえた。大丈夫。喋ってないもんね、今ね。うん。聞こえました。うん、よ、あ、聞こえた。はい。はーい。ありがとうございます。ね、ミスったな。これ、はい、あのきついのもう一回頭からやるのか。よし、頑張ろう。じゃあ、これワン、究極のワンオペ、究極のミスをしましたね。音楽配信なのに音が出ない。よし、一汗かいたんで、もうちょっといい声出るかな。行ってみましょう。一歩よ、熱いやつ。
さんでございます。まあうちの息子行ってる道場の前なんですけれども、今日は、究極のワンオペということで、まあ大きくミスった音響もこの画像を回したりする、あのカメラを今日はね、いつもは5カメとか使ったんですけども、今日は2カメですね。で、田舎建てついでに、田舎建ての田んぼといえば、まあ、田んぼアートですけども、今年の、テーマが決まっても、田植えは これですね。宗像志功の、モンゼの柵っていう、まあこれ思考を知ってる人だったら知らない人も見たことあるとは思うんですけどもね。まあでもう片方が、フェルメールの
これもまあ有名すぎるというかね、真珠の首か
水曜日。キリビタ。はい。来た。流星来た。じゃあ、次回は、もっと賑やかに、配信したいと思いますので、こうご期待。ということで、本日は、ちょっと不手際がありましたが、なんとか最後まで来たので、次回またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。シャラララ風の吹く方へ光さす方へ導かれるままいってもいいのかもね僕を呼ぶ方へ流れてく方へ進めばほらシャラララ君が待っているもいつもの通り憎き目覚ましのめる一杯の水を飲んで生き返る僕たちはそれに慣れている変わらない信号声優もしっかり踊ってます。はい、そうですか。フータも珍しく踊ってました。それでは次回またお会いしましょう。どうもありがとうございました。なんですよね。そうそう管理栄養士。管理栄養士の人の前で食べちゃいけないご飯なんで。野菜。なおさん。ほぼほぼ外には漏れない。まあ、うん、まあ、多少は漏れますけど、うん、ほぼもう外で騒ぐよりも。なんか叩いてるなみたいな感じ。なんか聞こえるな。ああ。最初の配信の頃は外でやってたんですけど。あ、なの？はい。もうそこで出てやってたんですけど、うん、さすがに危険だなっていうことで、うん、こっちに行きました。流星君は顔大丈夫だな。あ、全然大丈夫です。あの作曲者です。流星っていう曲ではありません。作ってる人の、うん、ではドラムですけど、ドラム、うん、ギデトラネバー
あとちっちゃいもんな。すんげえなこれ。一応ちょっとやったんでね。うん、こっちは。ああ。これ。あのジャンプロ育ったんだよ、ね。まあちょっとカッコつけてこうやってやったことあるんだけど、どうしてもこうぎこちなくなる。最近でもっと、うん、最初教えてもらったのがこっちだった、うん、でこう普通にこう叩くだけでもできるんだけど、あの均等に叩くときってあれができないんだよね。そっちで聞いてできないですよ。あ、本当変なの。